スティーブン・ W ・カーニー、スティーブン・ワッツ・カーニー、スティーブン・ワッツ・カーニー、1794年8月30日から1848年10月31日は、アメリカ合衆国陸軍の将校、米国戦争の間の南西部での活躍、とりわけカリフォルニア州の征服で有名である、アメリカ軍騎馬隊の父と言われる。 カリフォルニア政府の行動を管理した厳しい規律、カーニーコードは彼の名にちなむ。カーニーはニュージャージー州ニューアークで生まれた。彼の家族はアイルランド出身で、元はオー・カーニーという名であった。カーニーは公立学校に行き、コロンビア大学で学んだ後、米戦争の勃発とともに陸軍に入隊した。戦争中、彼は 勇敢さを示した意義に昇進した。戦争の後すぐの1819年、カーニーはヘンリー・アトキンソン将軍の指揮下で西部の開拓地へ認じられ、現在のモンタナ州とワイオミング州のイエローストーン川を探検しアトキンソン探検隊のメンバーとなる。そして1825年、探検隊はイエローストーンの河口に到着した。この探検の間、 カーニーは広範囲の道の記録とネイティブアメリカンとの交流を続けた。1826年、カーニーはミズーリ州の新しい軍事基地で最初の司令官になることを命じられた。基地に滞在しているとき、彼はたびたびルイス・クラーク探検隊のウィリアム・クラークを訪問した。ここで彼はクラークのママ娘と出会い、後に結婚して、 11人の子供を設けたが、一人も大人になるまで生きられなかった。カーニーはミズーリ州で騎馬隊の服装意識で揃えた竜騎兵の部隊を組織した。これは後に躍進するアメリカ合衆国騎馬隊の最初の部隊である。この部隊は現在のカンザス州のレブンワーストリデに駐留し、ここでカーニーは大佐に昇進した。彼はまた、 陸軍のサードミリタリーデパートメントの司令官にも命じられ、グレートプレーンズにおける様々なネイティブアメリカン部族との和平を保ち、開拓地を守る任務に就いた。1840年代初めまでに西部への移住者がオレゴントレールに沿って旅をするようになると、カーニーは軍隊に移住者をネイティブアメリカンからの攻撃から守りをエスコートさせた。 コロバの群れをエスコートする軍隊の監修は、この後数十年の公式な政府の方針となった。移住者を守る、努力の一部として、カーニーは、現在のネブラスカ州ネブラスカシティ近くに、カーニートリデと呼ばれる新しい基地を設置した。しかし軍はその場所が良くないことを悟り、カーニートリデは、現在のネブラスカ州プラット川沿いの場所にされた。米木戦争が起こった時、 カーニーは1700名の軍を率いてニューメキシコ州サンタフェへと前進し、1846年8月18日、当地に軍事政府を立てた。彼は1ヶ月以内に民間の政府にすることを約束した。サンタフェを無欠で征服した後、カーニーは9月25日、カリフォルニア州へ向かった。この部隊は300名という非常に少人数の部隊だったが、 サンパスカルの戦いで、アンドレスピコの軍と戦った。カーニーの生き残った軍隊は、ロバート・カイ・ストックトンの指示の下で、サンディエゴを拠点に海軍にも編成された。この結合された軍隊は、12月に、サンディエゴの支配を固め、1847年1月、サン・ガブリエルの戦いと、ラメサの戦いによって、ロスアンエルス支配した。陸軍将校としてカーニーは、 戦闘の終了時に統治を支配する権利を強く主張し、ストックトンと対立した。しかし、統治のメキシコ軍が1月13日に降伏した際、彼らが降伏した相手は、ストックトンでもカーニーでもなく、ストックトンの補佐官のジョンシー・フレモント中佐だった。ストックトンはこの手柄を奪い、フレモントを統治の軍政長官に任命した。怒ったカーニーは、首都ワシントンに、 命令を下す権威は自分にあることの確認書と、フレモントの解任と逮捕を要求した。その後、フレモントは一度軍法会議で有罪を宣告されたが、すぐに大統領によって赦免された。カーニーは8月の間、カリフォルニア州軍政府長官として残り、後にメキシコへ進んで、ベラクルス州とメキシコシティの知事を務めた。1848年9月には、 フレモントの義理の父であるトーマス・ハート・ベントン上院議員の強い反対を押し切って少々に昇進した。しかしその数ヶ月後、ベラクルス州で患った熱帯病がもとでミズーリ州セントルイスにて死亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。